皆さんこんにちは、大分の YouTuber マッキーです。今回はですね、とある日のトレマーズのゲーム、これをご覧いただこうと思います。本当にね、やっぱこのサバイバルゲームトレマーズで出会う皆さんって一期一会だと思います。もう全然知らない人が一緒にゲームに入ることによって友達になる、しかもですよ、世代を超えて友達ができる、こんないいことはないと思います。ちなみにこのサバイバルゲームっていうのはあくまでレジャーです。非日常のスポーツだと思ってご覧いただきたいなというふうに思いますね。今回登場するのは30代の皆さんのチームと10代の皆さんのチーム、すごいですね。どうかしたら親子ほどの差があるんですよ、その世代に。でも一緒の土俵で遊べるってこんな素晴らしいことはないと思いますね。さあ、それではそれぞれのチームの意気込みをまず聞いてみましょう。今からですね、ゲームしますが、30代チームです。相手あの10代チームなんですけど、どうでしょう。敵じゃないですね。敵じゃない、ちょっと待って、敵じゃないって、それもうちょろいと体力が続くかり頑張ります。なんかだいぶ弱気になった。格好勝ちですけど、全員ビギナーです。そうなんや、ハイパービギナーです。3回です。みんなちょっとこれ服間違えちゃうの。今日8月の26日です。肌の露出ゼロ。暑い、痛いのは嫌だって。OK、じゃあ頑張ってください。頑張ります。対する10代チームです。君ら今日何回目？初めてです、ここやるの。初めてと？本当にサバゲーして初めて。初めて、はい。どう、いけそうな感じ？いや。結構いい。オッケー、頑張ってな。はい、お願いします。やはり10代はですね、息がいいんですけども、ちょっと落ち着かない様子ですね。よし、みんな準備 OK？ 若者、準備 OK かい？はい、いいっすか。じゃあコールしますよ、いきます。3、2、1、スタート。さあ、今世代を超えたバトルがスタートしました。僕は10代チーム側からですね、このゲームをお伝えしていこうかなっていうふうに思います。さあ、10代チーム、若干引いた位置ですね。手前の位置、ディフェンシブな守りというかポジションですね。ただ右側の彼、なかなか動きがいいですよ。もうかなり攻め上がってきました。で、後で聞いたんですけど、10代チームって替えマガジンがない人がいる。まあ、だから弾数というところではですね、若干不利なのかなとは思いますね。さあ、右側の彼はもう半分ほどまで攻め上がってきましたね。なかなかいい動きですよ。そうこうしていたら左側が何やら騒がしくなってきましたね。チラッチラッと30代チームの影が見えます。そして手前のライフルの彼は高台の30代チームのゲーマーを狙っているというところですね。30代チームが攻め上がってきた、攻め上がってきた。左側の彼と手前のライフルの10代の彼、その敵を2人で狙っています。さあ、落とすことができるでしょうか。おっと、ここで痛恨の弾切れ。これで、現在10代が2名、そして30代が3名ということになります。さあ、30代いいムーブ、見事なヒットです。ただまあ一回復活できますからね。ここはちょっとこう頭を冷やしながら、はい、復活です。で、優しいなと思ったのが、30代チームここにねいればもうワンヒット取れるけど、そうはせず自分のこの陣地に戻るっていうのがね、素晴らしいです。おっと、今度は10代チームの1人、2人に囲まれました。容赦ない攻めです。あ、やっぱりやられてしまいましたね。ただまあ彼もですね、もう一回壁タッチで、はい、復活です。頑張ってもらいましょう。やはり今回の肝は左側でしょうか。さあ、30代チーム、いいムーブですね。ここで見事な動きでヒット。そしてもう一人、おお、ここは返り討ちに遭いましたね。10代チーム一矢報いました。あーっと、ここで痛恨の弾切れ、終了。このゲームはですね、若者チームは、2人弾切れで1人
頑張ったんですけど、やられちゃいました。で、対するシニアチームは、1人ヒットされましたけれど、全員生き残るという。これはもう、大人の事情で決まっちゃいましたね。でも、終わった後すごい楽しそう。ありがとうございます。最後はね、あんな風にみんなで和気あいあいと、笑顔でお話ができるっていいですね。実はこの後10代チームに助っ人が入ります。そうなった時にさあ一体どうなるんだ、30代チームがまたもや勝つのか、あるいは10代チームが巻き返すのか、こうご期待です。それではまた次回の動画もご覧くださいませ。マッキーでした。バイバイ。